端末も私たちが担当になりました。編集自体はガオたちのが楽なんだけどな。前置きを長く入れすぎると規制の対象になるから、どうしても変えざるを得なかったのよね。さて今回は確定じゃないので、伝説の出る確率はほんのちょっと高め。ビビたるものだがな。ではそろそろ準備しますか。にゃんちけを貯めておいたのでそちらから消化します。なおメイン端末はゴールド会員で地道に猫缶貯めてるぜ。スピードアップの期限が切れるまで更新はしないけどね。スピードアップのおかげでメイン端末は作業がはかどります。サブは課金できないから真似できないけどな、にゃんちけ集会とかですっごく便利だが、無課金はその差に鈍さを感じるわけだ。こればっかりはどうにもならないわね。アイテムを無限に使えないことも込みで無課金なんだから。今回は伝説狙いだけど、さっさと出てくれれば嬉しいわ。簡単にいかねえけどな。デハレアチケット16枚。超激レアも悪くないけど今回は伝説狙い。メイン端末はほとんど揃ってるから、伝説が欲しいところ。早速外れ。まあそうホイホイ出てくるもんじゃないからな。早速ですが彼には NP になってもらいます。これ以降の整理は裏でやりますが、まあ基本1体いれば十分ですので。こいつは、微妙だな。どうするんだ。制限ステージを意識してプラス1ですね。また新しいステージが出る可能性があるなら、レア度に関係なく攻撃役は貴重。はい、この子は NP ね。っていうよりプラスカンストじゃなかったか。伝説以外ならシシコマ、カリファ、カイだな。A プラス上限のためこれも本能を起こすのに使います。もうそろそろニャンマに使ったらどうだ。どう転ぶかわからない以上、迂闊なことはできないわ。ニャンでやねんが強くなるな。でもメインは攻略よりコレクション重視だから、そこまで強さを求めないわ。さすがに目的があるとドライだよな。こいつも変えちゃいましょう。ウルトラメイ対策ぐらいしか使わないからな。結構引いたが伝説狙うんだったら時間帯悪くないか。編集の都合ってやつ、どうにもできないのよ。こいつは、一応強くしておくか。逆カバ回ってからガチャ引くと時間を待たなきゃいけないから、この時、って時間帯に引けないのよね。まあただの愚痴です。ここまで引いてサンディアゲット。ちなみにプラス値は10を超えてるぜ。メイン端末はすごいわよね。ちなみに今回伝説が出ようが出まいが、サブもガチャるから最後まで見てちょ。サブ端末の場合は未所持ならシシコマ、空が狙い目だな。とにかく黒い敵に対して有利に戦えるキャラが欲しいところ、もちろん伝説も歓迎。この子は歓迎できませんが、役に立つ時が来るんじゃね。さて皆さん最近猫缶もらってると思いますが、欲しいものだけ手を出すことをおすすめします。サブなら歓迎ですがもういっぱいです。追求しすぎると反動がでかいものだもんな。今買いこなさなきゃならないガチャは結構あるから、すっげえ時間がかかるが本当に勘弁な。さすがに渋めって言えるわね。まあこれでもかなりいいと割り切ろうぜ。伝説狙うんだったら確定のない時が狙い目だしよ。よくよく考えたら今回は猫缶だけにしておけばよかったわ。チケットの確率は変わらないから、極猫祭に置いておいた方がよかったわね。でも引いたのはてめえだからな。どうしてもジャンヌが欲しいのよね。伝説レアって出すの大変だわ。超激レアさえかすむってか。極猫や超猫じゃドロップしないもんな。未所持の超激か、伝説か、すげえ選択だな。今回私は伝説を選択。超猫祭までにチケットを集めて、今回の極猫は諦める予定。まあニャンコ等が来れば別ですけど。開催時期がわからないから計画に盛り込めないんだよな。スケジュールが一月単位で明確化すれば、いろんな選択ができるわけなんだが。ここまでできちゃうとね。問題が発生しちゃうから、月イベがわかる程度でいいんじゃない。さあチケットはラス1。これが終わったら猫感染500個使います。まあ使わないで済めばいいんだけど。
残念だが猫缶使うぜ。でない場合本当に困ったことにはなるが、引かないと確率さえつかめないからな。日付を置いて引きたいところだけど、動画数を増やせばいいってもんでもないし、やりますか。強化を考慮に入れないガチャって寂しいもんがあるよな。まあ4年もやればそうなるよね。でもまあ月ごとに新しいイベントを用意してもらってるし、新しいキャラまで準備してもらってるわけだし。はい、サブでどうしても欲しいししこまです。第3形態になるとえらく強くなるからな。当然今回猫缶で引くとシビアだけど、で超撃の排出が確率超えたわね。残念なのはすでに取得している点だな。サブならプラスでも歓迎だが、攻略に本腰を入れないメインじゃそれほどでもないもんな。でも確率を超えると達成感はあるので、引いてよかった。って錯覚するのよね。目的のもんが出ないんじゃ意味がないからな。攻略は本当にサブ優先で進めていくから、メインは持ってないキャラ収集が目的だもんね。でもこの端末でも持っていない超激レアあるだろ。コラボを除いてもテルマエ、クロノス、ビブラー、ボルト、限定キャラもチビバルとクロダルターニャ持ってないぜ。さらにコラボを含めると持ってないキャラって結構いるけど、さすがに古いものから復刻してくれないとコンプ目指す気にはなれないわ。この機会にぜひ新規参入のユーザーに慈悲をお願いします。とか言って猫缶が欲しいだけだろ。メイン端末でのギャラクシーアルズ伝説狙いは保留にして、楽しい楽しいプラチナチケットのお時間です。運が良けりゃ限定キャラも入手できるそうだぜ。私としてはやっぱり持ってない超激レアが欲しいわね。のおー。違う違うよ。そりゃ強いですよ。でも欲しいのは違うんです。とまあメインの結果は以上。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。さあサブはどうなるのでしょうか。ある意味ここからが本番。ふっふっふ。1点狙いって大変ね。てルーミアルーミアは前頭葉のあたりで考えたりする。さあ皆様お待ちかね。サブ端末のお時間です。狙いは黒い敵に超ダメージのししこまと、赤と黒に滅法強いグー、伝説のジャンヌだよ。てルーミアルーミアは簡潔に欲しいものを率直に述べる。で歯画面を切り替えるよ。まず最初にやることはチケットの確保。青玉3個あるのでチケット3枚は欲しいわ。てルーミアルーミアはレアチケを要求するの。ただいま猫缶は2932個。今回のギャルズで先ほど提示した3体のうち1体出れば問題なし。さあここからが戦いの時間。ルーミアルーミアは黒い敵相手に戦うために、ギャルズで超激レアニッシュ、セイバーの代わりにジャンヌで代用、と無茶な要求を突きつける。現状攻略で欲しいのは1個。でも今回に限っては黒い敵対策が重要。で、ルミアルミアは出てきた魔剣士を非難する。でもここはエレガントに切り替えて、チケットで出ればめっけもの。と思うけどなかなか出てこない現実に内心激怒。打ち込んだは使えるかもしれないけど後回し。最後のチケットで何が出るのか。期待半分不安半分。でもまあ育成しておきますか。と割り切ったところで、極猫祭までに猫缶を集めると思って、ルーミアルーミアはさらなるベットをするんだよ。メイン端末で結構なものが当たったので、サブ端末だって出ると思う。と私の会話が震えてる。っていきなり出ちゃったよ。これで目的を果たしたと言ってもいいけど物足りない。とルーミアルーミアはさらなる要求を示唆する。確かに強いけどやっぱりここはししこまが欲しい。この子も当たりだけど、妨害薬以外は基本サブ端末は当たり。当然ポッピングだって貴重な戦力。ほんのちょっとの攻撃でも貴重といえば貴重。ってなんじゃこりゃあ。本命のししこまが出ちゃったよ。あとジャンヌが出れば問題ないけど、当たったら当たったで何か怖いわ。てルーミアルーミアは心の天秤が揺れている。これで猫缶10個確保。
ゲームが当たればさらなる利益がサブ端末に与えられる。一文字違いのゲームでもいいよ。この子はこの子で活躍するけど、そして次のレジェンド星4で使えそうなすごいやつ。正直ここまで揃うとすごいの一言。攻撃役は大歓迎。さあジャンヌは出るのでしょうか。この子は MP にします。割り切りって大事だもんね。ってルミア、ルミアは現実を悲観する。微妙だけど一応嬉しいと思っておくの。ルーティー、残りのチャンスが非常に少ない。で最後はあなたですか。食べたいものはあるけれど、あいや夢をたくさん食べたかった。とルーミア、ルーミアは残念に思う。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。黒い敵とエイリアンに超ダメージが入ったので、メンインブラックに期待すると、ルーミア、ルーミアはみんなに知られないように胸の内で思ってる。